いやー来ちゃいましたよ。ね、今日はねこちら京都の方にやってまいりました。いやー京都いいとこですね。本当にもうね街並みにねめちゃくちゃ風情があるんで、もうこうやって歩いてるだけでねもう気持ちも癒されますよね。いやーいいとこですね。さすがはね日本の古都、古いに都って書いてね日本の古都っていう風にね呼ばれるだけありますね。いやーもうこんなとこね普通に歩いてるだけでもう気持ちもねこれ解放されちゃいますよね。いやーやっぱ京都いいとこだな。いやー京都気持ちいい。この後ですねこの近くの、鴨川っていうところで同志社大学の軽音サークルのね新入生歓迎会があるみたいなんで、そこに新入生のふりをして参加していきたいと思います。